ウィーッス、ステージ3456と参りましょう。ふっ、うわ、すっご。あ、かぶれる、左。なんだって？火の用心スーパーバージョン。これはただのコインか。とりあえず、あれだな。ジゲム処理しないと話にならんな。ああ、この量はきついかな。いや。取って、倒して、雲取って上から行くぞ。いや、でも無理だな。ついてくるもんな。まあいいや。頑張って行ってみようじゃないか。もうこれ。これ。ゴールらしいけど。らしいけど、この辺か？うん。最初被弾しないこと。でも無理だな、これ。被弾ありきだな。いや、あ、惜しい。いや、まだ生きてる。オッケー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 と、オッケーと。勝った。勝ったか？一回被弾できます。もうゴールがあるはずなんだよね、この辺に。おお、思った通りだな。これは死亡率上がるから、上がるコースだからあれですね。とても難しいに入ってくる感じですよね。あ、そうだ。前回は講座のような感じでやってましたけど、今回は普通にプレイしたいと思います。ちょい踏み選手権2。ひ、マジこんなできんの？ええー。それは知らなかったな。帰ってくんだろう。帰ってこねえのか。帰ってきそう、帰ってきそう。5秒、4秒、3秒、2秒、1秒。うわぁ。ウィース !OK! 音声ちょっとちゃんと入ってますね。音声確認の仕方。ステージ5から行きましょう。77期か。まあ、奇数は問題なさそうだけど、とか言っとくとね、やばいやつに当たるね。トゲコンボの破壊？破壊？あれか。あのトゲコンボって破壊できんの？タイミングよくやれば、あれできるのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだね、これ。いかんともしがたい状況ですけど。結構なタイミングでやったけどダメだったけど、クッパファイヤーで壊れるってことはないよね。ないよね。わかんないですね。なんかあんだろうな。でもはい、入りまーす。積みまーす。いけるうちに行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。でこれ上行く。オッケー。これ乗れる、乗れる。道ができてんのか。いやー、上行こうぜ。上いけるよ、これ。1、2の3ガリアー、4ガリアー、5ゴリアー。ひー、ゴールがあるな。一番右は多分いけないね。あのちくわに乗ってみっか。なんかあるかも。中間あるんだが。中間があるんだが。この下後にあったようなちくわ、確か。ちくわー、ちくわー。ふんふんふん。食らうのか。これ乗って、ひーひ、ひー。オッケー。え、P？ スイッチ？左にある、ありそう、予想。ダメダメ。ダメダメダメ。ここにありそう。うわっ！ダメだった。でもあったね。優しさー。落ち着いて、ここら辺は落ち着いていこう。はい。はい。時間あるよ。ここは時間制限ある。ヒー！ OK！いいっすね。このまま行きましょう。トゲコンボの破壊だとちょっと語弊があった。トゲコンボの破壊
する物とか何かがないといけなかったってことかな。まあいいか。よう分からんすわ。いい。日本語ってほんと難しいからね。コインありますね。俺これ最終ステージだったよね、でも。そんなに一生懸命コイン取る必要ないと思うけど。死ぬね、これね。危ねえ。持ってった方がよかったかな。トゲコンボ。ここでもトゲコンボ来た。ニューマリのトゲコンボより、なんだ?やべ。え、入れねえし。あ、そっか。これで壊せんのか。あ、持ってこう。初代マリオのトゲコンボすげえかっこいいよね。見た目が。俺はそっちの方が好きかな。おっと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 。おっとっとっと。へいひいひいひい。これで壊れると。はい。キノコも取れますと。先に進めますと。長そうだな、なんか。蛇行ステージか。持ってきちゃったけど、いらないかもしれないな。コメは、あ、まあこの時点のコメはないだろうな。うわ、あっぶねえ。ちょっと感覚狂ったぞ今。危ねえ。あー、3択ときましたか。ここ最のかここ最近の感覚だと左なんだよね。まあ、間を取って真ん中か右かでいこうか。結局右行くっていうね。はい。はい、死亡。おお、耐えた。耐え忍んだ。素晴らしい。ということは?じゃあ真ん中。ちょっと、あ、なんか正解っぽくない?おう。ぽいね。スリアップできそうですね。しないけど。あ、いや、していこうかな。ん?待て待て。無理か。下にも降りれるけど、左確認してからにします。まあ、死んだら死んだで。うん。またツタですね。ここに繋がってるんですね。あ、違う、違う場所だ。あ、マジで。あ、P スイッチを持っていけということですか。これまずい。冷静に。なんか右もありそうな気するけど、まあとりあえず、P ちゃんで。あ、待って、P ちゃん。まあ、そっか。まあ、踏んでいけばいいか。死にたくねえけど。死にたくねえけど?入れた。まあ、入れたってことは、こっちは正解ですね。なんか出てこないか。来ないね。ヒー!コクッパ。これは倒すしかなさそうだな。コクッパは2回踏んだ後が確か行動が変化するパターンだったよね。あっぶねえ、今の。あっぶねえ。死んだと思った。あっぶねえ。お、すげえ。残像が見える。残像いくつに見える、みんな。俺の目には4つくらい見えたぞ。イエス!おぉ!ファイヤー!マリオになれたね、やっとね。ちょっと喉が痛くなった、今ので。やんなきゃよかった。喉痛くなった。この辺は、おっと問題なさそうですね。ひぃ。これ大丈夫かな?もう、まだ戻ることはできるぞ。ん?ボムヘイちゃん1個じゃ何もできないよね。お、なるほど。クッパファイヤーが来るっていうことか。あ、ゴールっぽいものがあるな。クッパファイヤー待ちですね、これね。お、いいっすね。え、ミスカロン?お、ついに、道ができたぞ。そうか、ファイヤーじゃないとちょっとあれがきついけど。おっとっとっと。道があった。ここだ。やばいやばい。これまずい。やばいやばいやばい。一回戻るか?どうする?ここで戻ったら面白くねえ。ここで戻ったら面白くない。でもあのクッパの大ジャンプが来ないと。来た!よし!イエス!オッケー。お、記録更新したかな ?70 キノコシ。どうだったっけな?ペッピーフェア、だ、スターフォックス。フォックスか。フォックスなら知ってるけどな。はい。ということで、100人マリオチャレンジ、とても難しいでございました。ご視聴ありがとうございました。なんか言おうとしたんだけど忘れてた。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。